はい、今回の動画は Word ファイルや Excel ファイルなどを素早く PDF に変換する方法をご紹介します。で現在の Office ソフトには作成したファイルを PDF に変換する機能というのがあらかじめ備わっていて通常 PDF に変換する手順というのはまずはですねその PDF に変換したいファイルを開いた状態で左上の「ファイル」というところをクリックをしてこの「名前」をつけて「保存」というところをクリックします。 で次にその保存のファイル形式ですね。まあ、今回今これワードでやってるのでこのワード文章というねファイル形式が選択されてますけどもこちらをクリックをしてこの中に PDF という項目がありますんでこちらを選択をして保存をすることによって今回で言うとこのワードファイルを PDF に変換して保存することができます通常はねこの手順で PDF に変換してもらえればいいと思うんですけども まとめて複数のファイルを PDF に変換したい場合であったりだとかあとはこの PDF に変換をですね本当に頻繁に行うといった場合はですね、まあ、毎回毎回ですねこのファイルを開いて変換という、ね、手順は少し面倒になると思いますんでそんな場合はですねもう少し素早く PDF に変換することができますんで今回の動画ではその手順をご紹介します。 ははいそれでは早速その手順なんですけどもまずはこれをやるにはですねその下準備が必要になりますんでその下準備をやるためにコントロールパネルを開きます、まあ、コントロールパネルのね開き方はいろいろありますんでご自身がねいつも開いてるねやり方でやってもらえればいいと思うんですけども、まあ、例えばですけどこの Windows システムツールの中にコントロールパネルっていうのがありますんでこちらをクリックしてコントロールパネルを開きます で次にこの中のハードウェアとサウンドというところにあるこのデバイスとプリンターの表示というところをクリックをしてください。はい、そうするとこの中にですね、このマイクロソフトプリント t ゥ PDF という項目がありますので、こちらのアイコンをですね、デスクトップ上にドラッグドロップしてですね、ショートカットを作成します。 これで素早く PDF に変換するための下準備が整った状態になりますので、では実際にですね、PDF に変換するやり方ですけども、このデスクトップ上に作成したですね、この Microsoft Print to PDF のこのショートカットのところをダブルクリックして、このね、ウィンドウの方を開きます。で、次にですね、その PDF に変換したいファイルをこのウィンドウの中にドラッグドロップしてください。 はい、そうするとこういった形で PDF に変換してですね保存するウィンドウが開きますんで、まあ、ファイル名の方はですねご自身で付けてもらってあとは保存先を指定して保存をします。はい、そうすると今回で言うとこのワードのファイルをですね PDF の方により素早くですね変換することができました。 はい、といととったことで今回の動画では Word や Excel なんかのオフィスファイルを素早く PDF に変換する方法をご紹介しましたけどもこういったですね、ファイルの PDF 変換をですね、頻繁に行うという方はですね、このやり方を使ってみてもらえるといいんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。